1336年、日本中を混乱に陥れた建武の新政は、武家の統領、足利尊氏によって打倒されます。湊川の戦い、で後醍醐天皇の最大戦力である、楠木正成、新田義貞を倒した尊氏は、京都に入ります。後醍醐天皇は三種の神器を持って、比叡山に対比、抵抗を続けますが、尊氏が和睦を申し出ると、後醍醐天皇はこれに応じ、こうして建武の乱は収束するのでした。やっと室町幕府の解説が始まる。お待たせしました。3回目にしてようやく室町時代だよ。タイトル詐欺ではなくなるね。ちなみに今回はどんな解説？分裂と抗争の時代、室町時代が始まる頃の解説です。分裂と抗争？平和な時代ではなさそう。そう。室町時代は、室町幕府の創始から終焉まで、分裂と抗争を何度も繰り返しながら、それでも200年以上にわたって続くのです。以前の鎌倉幕府の時代では逆に、御家人たちは、幕府とのご恩と奉公の関係に従って、一大事にはいざ鎌倉、と団結する機会が何度もありました。室町以後の江戸幕府の時代では、幕府が広大な天領を所有することで実力を持ち、一方、改易天保、参勤交代によって大名は勢力をそがれ、幕府の強力な支配のもと、天下太平が長く続く時代でした。鎌倉幕府の時は、ご恩と奉公。江戸幕府の時は、天下太平。じゃあ室町幕府の時はどんな言葉で表すの？戦国乱世。かな。穏やかじゃないな。まあ室町時代の後半はいわゆる戦国時代だからね。それに前半から、元い最初から、南北朝の分断があり、官能の上乱があり、義満の黄金時代を超えた後には、義則の恐怖政治の下で影響の乱、があり、義則が暗殺される事件、柿津の乱、があり、義政の将軍神聖化が文章の政変で失敗した後には、室町時代最大の戦乱、応仁、文明の乱、があり、明王の政変で二系統に分かれた幕府は完全に権威を失い、最後は織田信長が足利義昭を京都から追放すると、200年以上続く室町幕府は終焉を迎えるのです。なんだか、乱、ばかりの時代なのね。そこに戦いがあり、ドラマがあるのが、私的には魅力を感じる時代なんだ。なるほど。そんな室町時代の始まりは1336年、足利尊氏と後醍醐天皇が和睦し、実質的に尊氏が建武の乱で勝利したところから話は始まります。後醍醐天皇が比叡山を下山し、三種の神器を足利方に譲渡すると、足利方は光厳上皇の弟を光明天皇として立て、その直後、建武式目を制定しました。建武式目とは、武家の憲法のようなもので、建武式目の制定をもって新しい武家政権、室町幕府が成立したと言われています。新しい天皇を立てて、自分の政権を作って、尊氏はイケイケね。そう見えるかもしれないけど、実はそうでもないんだ。建武式目の制定を主導したのは弟の足利忠義だし、比叡山にこもる後醍醐天皇を攻め滅ぼさず、和睦したのは天皇の顔を立てるためだったんだ。積極的に天下取りを狙ってたわけではないのね。そうだと思う。建武の乱が始まった時は、天皇に弓引くのを嫌い、隠居しようとしたし、後醍醐天皇と和睦する直前にもまた隠居しようとしてたんだ。隠居しないまでも、実質的な政務は忠義に丸投げだった。ちょくちょく、忠義、って人が出てくるけど、何者？尊氏の弟、足利忠義は、室町幕府黎明期の重要人物ですよ。尊氏が軍事と人事を担当したのに対し、忠義は幕府の政務全般を担当したんだ。実質的には幕府の最高権力者で、1338年に尊氏が征夷大将軍に任ぜられた時には、忠義は、左老衛の神、に任ぜられました。左老衛の神は、別名、武衛大将軍と言って、征夷大将軍である尊氏と合わせて、両将軍、と呼ばれるほど、権力を持っていました。忠義のような優秀な弟や、河野諸直のような足利家に代々仕える執事や、その他優秀な家臣たちに支えられ、室町幕府は創始されました。
順風満帆なスタートね。ですがしかし。しかし、最初に私は室町時代をどんな時代って言ったか覚えてる。分裂と、構想。そう。室町幕府はその始まりとともに、最初の、重大な、分裂に直面します。幕府が創始されてすぐ、翌月のこと、建武の乱後、火山院に幽閉されていた。後醍醐天皇が姿を消します。陛下に動きがあると、大抵ろくなこと起きない。姿を消した陛下は、吉野に現れ、光明天皇に譲渡した三種の神器は、偽物でした。と宣言します。渡した神器が偽物だから、なんだっていうのさ。とんでもない。神器は天皇の正当性を保障するものです。光明天皇の神器を偽物呼ばわりするということは、光明天皇を、偽物の天皇と宣言するようなもので、逆に自分の持っている神器は本物なんだから、自分がまだ本物の天皇だ。と言いたいわけです。あちゃあ、また陛下は余計なことを。陛下が余計なことをするのは、今に始まったことじゃないでしょ。そうでした。こうして、本物の天皇、後醍醐天皇は京都の朝廷に対抗して、吉野に新たな朝廷を樹立しました。この朝廷は京都から南の吉野にあるので、南朝、と言います。対して京都の朝廷を北朝、と呼びます。また戦いが始まる予感。当然始まります。後醍醐天皇は北朝に対抗するために、全国に自分の王子たちを送り込みます。武吉親王、常吉親王を新田義貞と共に北陸に、金吉親王を正々将軍として九州に、宗吉親王は信濃宮、として東国南朝の拠点に、範吉親王を奥州に。このようにして、室町幕府の創始により室町時代が始まり、同時に朝廷が南北に分裂するという異常事態が発生し、南北朝時代もまた始まるのです。しかしこの南朝は、北朝、幕府との戦いで、軍事的に大きく遅れを取ることになります。欧州から救援に駆けつけた、北畠顕家。北陸から上洛を狙う、新田義貞。南朝を軍事的に支えていた二人は、幕府軍との戦いで相次いで戦死し、それは南朝にとって大打撃でありました。勢いに乗る北朝に対して、南朝の劣勢は明らかでした。この苦境を陛下はどう見ていたのでしょうか。南朝が滅んでも、また、何度でも再起するつもりだったのでしょうか。言うまでもなく、再起するでしょうけど。でもそれは、生きていればの話。鎌倉幕府を打倒し、建武政権を打ち立て、それが不調に終わると、吉野朝廷を樹立。激動の時代を不屈の精神で戦い抜いた後醍醐天皇は、北朝の打倒を見届けることなく崩御しました。崩御の間際に攘夷を受けた、後村上天皇は、父帝の意志を受け継ぎ、北朝との戦いを継続しますが、河内の国北市場で、河野諸直らの幕府軍に敗北すると、南朝軍総大将、楠木正津らをはじめ、多くの武将と兵を失い、南朝の拠点、吉野すら失いました。早くも南朝は危機的状況です。しかしまだ、南朝は延命します。なぜなら北朝の両将軍が、上乱を起こすのです。これからまだ、200年以上続く室町時代。都市がたい戦乱の時代はまだ、始まったばかりです。